ロンドン大学は1836年に設立されたイギリスのロンドン市中心部ラッセルスクエアに本部を置くカレッジ制の連合大学である。日本ではロンドン大学連合とも呼ばれる。市内にあるすべての大学が所属しているわけではなく、加盟は研究実績などの審査を通して行われる。各カレッジはそれぞれの設立理念。 教育研究方針に基づき、学生の入学審査、学校運営、教員採用などを独自に行っており、独自の学位を授与しているカレッジもある。現在、18のカレッジ、研究機関が所属し、学生数は合計で16万人を超える。また、通信課程でも5万人以上の学生が学んでいる。ロンドン大学学生生協ロンドン。 大学本部図書館ロンドン大学は、ユニバーシティカレッジロンドンとキングスカレッジロンドンの学生に学位を授与する機関として19世紀中頃に設立された。20世紀になり、所属カレッジは増えていったが、各カレッジは高い独立性を維持しつつも、時には結束して政府に対してロビー活動を展開していた。ロンドン大学の際だった特色は、 人々のための大学という伝統である。この伝統は、ロンドン大学の基礎団体の UCL が、英国国教会の信徒にのみ進学が許されていた、オックスフォード大学とケインブリッジ大学に対抗して、人種、宗教、政治的信条に関わりなく広く学問への文庫を開くため設立されたことに起因する。また、イギリスで、 初めて女性に学位を授与したのもロンドン大学である。このような伝統を現在のロンドン大学で最も強く引き継いでいるのは通信教育課程であろう。1858年に世界初の通信教育を開始したロンドン大学はチャールズ・ディケンズに真に人々のための大学だ。屋根裏で勉強している靴職人にも教育の機会を与えている。 と称賛されている。また、この通信教育で投獄中のネルソン・マンデラも学んでいる。グローバル化した教においてもこの人々のための大学の価値は揺るがず、世界180カ国5万人以上がこの通信教育で学んでいる。ロンドン大学の各カレッジ所属の学生はロンドン大学生協や各カレッジにある。 大学生協を相互利用することができる。同様に、図書館の相互利用やロンドン大学本部にある図書館も利用可能である。カレッジ協同の学生寮も複数整備されている。もっとも、ロンドン大学本部から遠い場所にあるカレッジの学生は、このような特典を利用しづらいのが難点である。ロンドン大学の厚生カレッジ及び所属研究所は、以下の通りである。 学生数は2017年度時点での集計。指定機関とは、独自に学位を認定する権限は持たないが、所要の条件を満たせば、ロンドン大学により、学位の認定を受けられる、教育、研究機関である。ロンドン大学には、以下の指定機関がある。ロンドン大学は1946年から1970年の間、イギリス連邦内の複数の大学を、 学術、大学運営の両面で特別支援していた。支援を受けた大学は以下の通りである。ロンドン大学本部内部ロンドン大学はブルームスベリー地区に160ほどの建物を所有している。この中心にあるのがラッセルスクエアに面したロンドン大学本部である。ロンドン大学が設立された19世紀当時、本部は ピカデリーサーカスにほど近いバーリントンガーデンにあった。20世紀以降、ロンドン大学に加盟する教育機関が増え、1908年には、イギリス最大の大学となったため業務が増し、手狭になった本部は、サウスケンジントンなど数カ所を転々とした。そこで、ロンドン大学は、ロックフェラー財団の援助を受けて、ベッドフォード公爵から、 大英博物館にほど近い土地を本拠地として購入した。1933年に国王ジョージ五世が建築開始の儀式を行い、その後4年の歳月が流れた1937年、チャールズ・ホールデン設計のロンドン大学本部が完成した。約70年前に完成した、このロンドン大学本部には、現在、食堂や学生に住居を圧戦する部署、 ロンドン大学先端研究所が入居している。また前述のロンドン大学本部図書館もこの本部にある。この図書館は大英図書館、LSE の図書館に次いでロンドンで3番目に大きな図書館で約300万冊の書籍を保有している。ロンドン大学は80人以上のノーベル賞受賞者とジョン・ F ・ケネディ。 アウンサンスーチーと62以上の各国元首、大統領、首相を輩出している。マハトマガンジーや南アフリカのツツモト大主教も含まれる。ロンドン大学は日本との関係も大変深い。毎年たくさんの日本人がロンドン大学の各カレッジに留学している。また歴史的にも日本人の留学を最も早い時期に受け入れたのが 現在の UCL で、その中には後に、日本最初の内閣総理大臣になる、伊藤博文、あるいは井上薫など、長州五傑がいる。その後、夏目漱石も UCL に、国費留学している。現代では、小泉純一郎、麻生太郎がそれぞれ、UCL と LSE に留学経験がある。ただし、伊藤博文、夏目漱石、小泉純一郎、 麻生太郎のいずれもロンドン大学の学位は持っていない。また、同大東洋学部では、東南アジア戦線での対日本戦略のために、約650名の特別選抜学徒兵が、日本語習得の特訓を受け、中日英国大使のヒューコータッチや、歴史学者のイアン・ニッシュなど、日本占領時からその後の日英関係で活躍した人物が多数いる。 バイスチャンセラー h t t p s l o n d o n a c u k a b o u t u s o u r p e o p l e v i c e c h a n c l o r h a t h e s a h t t p w w w h e s a a c u k クスドット p h p ポ o ネントスラッシュオプション コム、ダタタブルズ、アイテムッ百121、タスク、ショー、カテゴリー、キャットデックス。3、インスティチューション、ハットユニバーシティオブロンドンエクスターナルシステム、http コロンスラッシュスラッシュ w w w l o n d o n e x t e r n a l a c u k スラッシュアバウト、アス、インデックス、s h t m l ハット先中ロンドン日本語学校。 大場貞を、中央抗論者。ありがとうございます。